おはようございます。今日はですね、10月の6日の金曜日、ベストボディジャパン首都圏大会残り3日になりました。今時刻が、5時54分とかで、朝の散歩に来てます。今日も昨日と同じくね、1時間ぐらい、体を起こすっていったところと体調管理っていったところをですね、目的に散歩していきたいと思います。朝めちゃくちゃ綺麗です。最高ですね。はい、本日1食目になります。鮭と、いつもと同じオートミール、プロテイン抜きのオートミールマグケーキです。はい、それでは1食目食べていきたいと思います。今日から、水は3リットル、まあ、5リットル昨日まで飲んでたんだけど3リットルなんで、これ1本と、まあ、トレーニング中に1リットル飲むぐらい、計3リットルというところと、あと塩も徐々に少なくしていくので、ちょっと鮭はそのまま食べたいと思います。それではいただきます。やっぱ朝の鮭めちゃくちゃうまい、最高。今時刻はね、6時半過ぎですね。これ飯食って筋トレに行きたいと思います。Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can. はい、今ね、大会前ラストの追い込み肩トレが終わりました。肩がね、ちょっとどんな感じかわかんない、これ、ちょっといい感じに肩がパンクしてますね。はい、一旦追い込み終わったので、明日から調整のトレーニングに入りたいと思います。はい、本日2食目になります。かぼちゃが 115g、低温調理器の、鶏ささみが 161g になります。あとは水とかをちょっと飲んでいくっていう感じです。はい、今トレーニング終わって帰ってきて、時刻がだいたいちょっと9時過ぎてるけど、今から2食目を食べていきたいと思います。いつもと本当に同じ光景で、この2つがメインになります。トレーニング後は、熱いけど美味しい。ようやくね、追い込みトレーニングっていう、本当に約100日間ぐらいかな、90日間ぐらいかな、減量始めてからハードなトレーニングをずっとやってきたんだけど、今日でそれは終わりました。明日からは調整ということで全身やっていくんだけど、一旦は
ちょっと体をね、疲れを取るっていうところにもフォーカスしていきたいと思います。うまい。はい、3食目になります。ささみ焼き、これ焼きのささみが 200g と、ふるさと納税で届いたエビですね。エビめっちゃ好きなので最高、ブラックタイガーエビみたいな感じのやつです。で、じゃがいもが 165g と糖質ゼロ麺のそばと、メカブキノタで3パックですね。これ1個 10カロリーぐらいなので足して30ぐらいなので最高です。全部で多分400ぐらいの食事になってます。はい、で今から3食目を食べていきたいと思います。時刻は12時半、12時32分です。エビがね、ふるさと納税で取れたのが最高、今から食べれるっていうの。あとかぼちゃとかね、そういうちょっと楽しみな食事に徐々になってきました。明日からね、カーボアップなのでちょっとお餅が食べれるっていうのがすごい楽しみです。で、筋トレも今いろいろとサポートしてもらってる大輝からね、もう一日何回も行くなっていうふうに言われたので、昼はね本当に10分間だけ腹筋をするように今してます。まあ、そんな感じでタンパク質と炭水化物入れていきたいと思います。かぼちゃやっぱ安定的にうまい。でもね、今日はね、かぼちゃよりこのブラックタイガーエビみたいなのが楽しみ。うん、マジ美味しいわ。まあ、こんな感じです。はい、本日4食目になります。今時刻は6時50分ぐらいで、こちらがですね、サラダ、コンビニサラダ、今日は1つ1パックとキムチで、下に糖質ゼロ麺のそばが入っているのと、えのきと小松菜、そして、ふるさと納税のブラックタイガーエビです。あとは、ささみ 200g 焼いたやつと、昼ご飯ちょっと食べなかったこのメカブ、そして寒天ゼリーになります。はい、それでは本日4食目を食べていきたいと思います。エビがね、最高すぎる。ブラックタイガーエビ、これはねめちゃくちゃ嬉しいです。正直ふるさと納税で取れたやつがようやく食べれるというところで、昼も食べたんだけどね、最高ですね。で、今日が大会3日前ということで、明日からいよいよカーボアップに入ります。カーボアップって言っても、今回は去年と違ってね、甘いものというか、あんことかそういったものをひたすら食べる、どら焼きとか団子とかそういったカーボアップじゃなくて、できるだけこうクリーンなカーブアップをしていきたいと思ってます。ただそれでもやっぱ炭水化物を入れることができるっていうのはすごい楽しみです。まあでもちょっと今エビが目の前なんで、エビの方が楽しみなんだけど、まあちょっと徐々に本当に食事もなんか取れるようになってきて、なんか本当に嬉しいですね。すごい楽しみ明日が。そして今食べていきます。まずちょっとエビから。エビやばい。やっぱエビなんてね、普通に減量してた時でもめっちゃ好きだから、年がら年中食えるよこれは。うますぎ。はい、今ですね、明日からのカーボアップの食事を作り終えました。まあ、カーボアップの食事というよりは明日からの、大会2日前と大会前日の食事です。今回クリーンに行くので、まあ、ささみですね。全部ささみを焼いたのと、低温調理でやったやつ。そして、明日のね、これ一番楽しみにしてる餅ですね。明日は餅をこれ11個、お餅食べていきます。餅11個と、明日取っていい蜂蜜がですね、50g なので、今これ 50g 蜂蜜を分けてですね、これ今入って、この中に 50g の蜂蜜があるというような状況になってます。こんな感じです。明日が楽しみすぎる。はい、今半身浴から今日も上がってきました。マジで
こう体の仕上がりがやっぱりすごい日に日に良くなっていくというか絞れていく感じでですね、今もう本当に皮一枚でいい感じになってきてます。徐々に今ね、今日時刻はもう11時10分とかになってるんだけど、大会3日前の1日が終わりました。で、今日寝たらね、まあ、あと2日ということで、明日から本当に、まあ、待ちに待ってはないけど、まあカーブアップ、炭水化物を徐々に徐々に入れていって、体をこう晴らす、今度はどんどん晴らしていくというような作業というか過ごし方に移っていきます。はい、なので明日から、明日は餅11個と、あとは蜂蜜 50g で、自分の場合それでだいたい炭水化物が400もいかないか、これにプラスオートミール 40g とバナナ1本で炭水化物400と、あとはいつもと同じような食事、鶏ささみを3回か4回に分けて1回の食事 200g ぐらい取っていくというような食事をしていきたいと思います。よくね、いうカーブアップとはちょっと違ってクリーンな感じで、今回はカーブアップをいこうというふうに思ってます。で、本当に今日ね、追い込むトレーニングが、最後ということで、大体、まあ本当に筋トレは一年中やってるんだけれども、本当に、まあ、2時間3時間ジムで、まあ、1回40セットとか、そういうハードなトレーニングをするっていう期間は、このカロリーがそもそも足りてない中でやるっていうのは本当にやっぱ一番正直しんどい期間でもありました。ただそれが、だいたい90日3ヶ月から4ヶ月ほど前から始めて、今日で終わって、自分の中ですごい首都圏大会に標準合わせてやってきたことで、達成感というかやりきった感、自分に勝った、去年の自分よりも自分を追い込めたっていう実感は正直すごい本当にあります。それは、自分一人のおかげじゃなくて、本当にいろんな人が応援に来てくれるっていう事実、そのおかげで頑張れたり、まあ大輝とか、あと亮太とか、よくこう体を見てくれる友達とか、本当に深い関係の友達とかの、まあアドバイスのおかげでもあったりするので、まあ、自分に勝つたっていう事実、自分と毎回こう筋トレワンレップワンレップ自分との戦いに勝つたっていうことも、もちろん正直去年に比べて勝ててるのは嬉しいんだけど、それよりもやっぱり周りの人たちのおかげでできてるなっていうのはすごい去年よりも感じてます。で、もうここまで来たらね、本当にあと今日寝たら2日になるので、正直もう楽しむしかない、調整っていう期間に移っていくので、本当にあとはステージングと、どうなんだろう、まあ調整だね、食事の調整で過食しすぎない、そして、まあ、当日の体調とか、本当にそのあたりになってくると思うから、今日寝るところから明日、明後日、そして当日までね、本当に気を抜かずに頑張っていきたいと思います。あとは本当に楽しむステージまで来てるので、また明日からこの楽しむっていうことをね、めちゃくちゃフォーカスしてやっていきたいなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。またお願いします。